阪神桜川から阪神の桜川からもうこれで高速乗ってすぐ行ったら行きたい大阪ナンバーにはすぐ行けるんですけどね。あ、これ落書きじゃなくてこういうデザインなんや。なんかすごい綺麗になっとる。何これ、塩見橋やね。これや、これが南海塩見橋駅。へえ、列車は次何分に来んの。あ、 IC カードも対応しとるんや。あ、有事駅になっとるんや。へえ、10分40分10分40分、18時も40分行ったところか。ああ、まあでも30分に1本あるんやな。へえ、なんか駅の作りは立派や。なんでこれ、なんかめっ立派な温度計もあるな。今何度、今18度、ちょうどええ温度やね。利根薬局さん、どこにあるのか分からんけど、せっかくやで乗ってこうか。あ、こんにちは。ちなみにこっから何番まで乗ったらいくらなんや。260円か。あ、ていうか行こうか、チャージしたらいいね。あんまりね。へえ、よっしゃ、買ったで。せっかくや乗ってきましょう。よいしょ、おー、よいしょ、おー、へえ、ターミナルですね。すごい光るんや、ここのターミナル。へえ、せっかくだからやっときますか。今度何回でもやってみたいですけどね、ターミナルってことでね。赤く塗ってあるし、こう独特やね。へえ、で、そう、この岸田と玉田まで行けるんだよね。でも案内とかはちゃんと新しいのにね、こう変わっとるで。なんか朽ち果てた感はないですよね。ちゃんと生きてる駅って感じはありますよね。この辺りの標識の書き方とかはすごく歴史を感じますけど。へえ、あとなんかめちゃくちゃミラーが多いですけど。へえ、すごいね。相当作りは古いねこれ。へえ、よし、せっかくやで、さっき買ったたこ焼き食おう。よっしゃ、まだ十分あったかいですね。焼きたてのそのまま入れてくれてましたからね。おーおーおお、これこれこれね。やっぱ大阪といえばね、このちょっとトロッとしたね、素焼きなんてのもあるあたりが、素焼きやと何なんか、そのままやっぱ食べるっていうのか、もしくは自分の好みのソースがね、家に置いてあったりして、そういうのやっぱかけて食べたりするのかな。よし、いただきます。これだったらこんな感じやろな。よいしょ、うまっ。ソースがかかっとっても出汁の味がしっかりするで面白いですよね。やっぱ大阪のたこ焼き、あー美味しいわ。このまんまるっていうよりつないだらちょっとふにゃってなる感じのね、いい感じでソースがしんとるのがね、またね美味しいんですよね。
で大阪ナンバーから一駅だけ離れたところですからね。いいですね。そうやね、大阪ナンバーから一駅しか離れてないでね。まあ今260円の切符で行きましたけど、多分阪神で行ったら初乗りの160円ぐらいできるんやろね。うん、でも阪神のホームではね、まあ、新しくて綺麗なホームみたいですけど、いやこの風情はないでしょう。あ、ね、この大阪のもう一本走れた先にね、すごい人がいっぱいおったけど、ね、一気にこの落ち着いた空気になって前で買ったたこ焼きを食べる、これがやっぱ大阪ですよ。うん、うまっ。ヤマトの人が走ってくなと思ったけど、そこがヤマトのセンターなんや。うん、あ、もともとは結構物流の拠点になるようなところだったんでしょうね。だって港町がもともとそうだもんね。海運とか、港湾とか物流のね、国鉄 JR のヤードもあったわけだし、塩足にってなってるね。駅と駅の間にある駅の名前で取るんやろね。近鉄はどっか起点駅があって、そっから、1,2,3で次の駅になったらその駅から1号2号みたいな感じで振りますけど、これも面白いですね。見たもこの電柱も相当するよな。ちょっと見たらそこはすごい新しい駅のエスカレーターがあるけど、こっちは地上ですからね。あ、うまかった、美味しかった。いやーええー、な、ちょっとお腹も膨れると、あー眠気が眠気に襲われてますけど、ぐねぐね歩いたんで、小1時間かかりましたけど、まっすぐ来たら20分もかからんのちゃうかな。15分とかそれぐらい着くんちゃうかな。っていう距離ですからね。歩いてるよ。車やったらものの数分ですよね。こんな感じってね。まあでもそれ言ったらそうか。名古屋もそうか。名古屋も名駅ね、すごい栄えとるけど。この前、行った。誰だっけ。亀梨じゃない、亀有じゃない、あの駅、亀有、亀梨じゃないよ、なんだっけ、亀浦じゃない、なんだっけ、ね、この駅、この駅、調べて出しておきます。ね、名古屋から一つ、境側じゃなくて、伏見の方じゃなくて、高畑寄りの方のね、駅、あれもね、確かに一駅いただけで、だいぶとね、閑散度が出てましたしね。感じとしてはそんな感じかな。そうやね、名駅も駅西なんかはね、ちょっと歩いたらもうすぐにね、なんか渋い感じの商店街とか出てきますからね。ライオン堂さんっていうたこ焼き屋さんとかあるところらへんね。なんでたこ焼き屋さん記事になってるのかあれやけど。そうや、でもここは0キロポストってあるのかな。考えてみたら、キロポストがどっかに。店ポストがあるかな。あ、どうもとった、列車来た。お、列車が来た。ここは白線までなんやね。塩見橋。
岸里様で、おー、あ、岸里って呼ぶんじゃない。へー、あー、バンマン運転なんやな。へー。